福岡県の伊豆郷高校より加入しました川前ハルトです。でも僕の出身の佐賀とかではやっぱめあのとてもとかいう表現をガバイとかって使うんですよね。佐賀県出身の川前ハルトです。静岡はガバイよか待ちよ。すごい気候も良くて過ごしやすいなって思います。いや九州より全然暖かいですねこっちの方が。あでもやっぱり暖かいことですかね。あと湿気が少ないことかな。九州の方って結構ジメジメしてるから暑苦しいんですけど、こっちはあんまりジメジメしないんで過ごしやすいですね。まあ下の名前のハルトって呼ばれることが多いですね。好きな食べ物はラーメンです。で嫌いな食べ物はトマトですね。のちょっとぐちゅぐちゅしたのがちょっと嫌ですね。ララポートのちょっと近くにある次男坊っていうラーメン屋さんはすごく美味しいです。家系なのかな、家系二郎系みたいな感じのラーメンスタッフ。お父さんですかね、やっぱり勝負にこだわってるところとか本気、常に 何に対しても本気なところとかすごい尊敬します。その自由に自分の考えを持ってやれみたいなことをよく言われてたんで、それはやっぱり意識してますね。まあ自分らしくやってこいみたいな、そこそこはできてます。あでも海の方に行きたいですね。結構釣りとかも好きなんで釣りしてみたりとかしてみたいですね。いや川釣りっすね。いやブラックバスとかっすね。いや得意ではないっすなんか楽しむ程度にやってます。キーパーの大友選手と西川選手はすごいよく一緒にいることが多いです。もう大友選手は2つ上で西川選手は4つ上で一緒にゲームしたりとかが多いです。サッカーを始めたのは幼稚園生とかですね多分。もう小学校ぐらいから多分言ってたとは思います。まあ、これサッカーのプレーのこれといったものは僕からなんかあんまり言うことはできないんですけど、やっぱり最後まで諦めずにやるっていうところはしっかりやっていたらいいと思います。何もあんまり特に買ってないですね。普通に食べ物を食べに行ったりとかしかぐらいしかあんまりしてないです。ああ、その何を送ったらいいのかって今考えてて、ちょっと今後送ろうかなと思ってます。温泉旅行したいですね。結構温泉とか好きなんで温泉旅行とかしてみたいなと思います。 J1 とか、まあ、世界とかでのピッチで活躍してる姿を見せたいなと思います。まあでも大学に行ってからその先は考えてたと思います。でもあんまり勉強はしてなかったです。結構サッカーばっかりしてて勉強はおろそかにしてました結構。やっぱり地域の方々と接し合えることでやっぱ自分のまあ自分を知ってもらえるっていうのもあるし、まあ、その社会で学ぶこともやっぱりたくさんあるのですごい勉強になってます。怠け者かな、結構怠けてるからマイペースだし結構グダッとしてることが多いです。自炊はしないっすねあんまり。でもやっぱ食べに行くことが多いんで米と肉をやっぱり多めに摂るっていうのはやっぱり気をつけてます。でも寝る前はプロテインとか飲んだりはしてます、はい、やっぱ一つ上っていうこともあって先輩その一つ上ってやっぱ近いところで刺激を受けてたんですごい自分もなんかいろいろ高めてもらえたのですごいありがたく思ってます。キックですかね。やっぱキックの分でやっぱ自主練の時とかでも毎日蹴ったりしてるんでそこを武器にはしたいなと思ってます。持ち味はやっぱり、まあ、さっきも言ったんですけどキックは自信もありますし、やっぱそれをもっと磨いていかないといけないなと思います。きついって思うことはあんまりないですね。難しいなとか思うことはあるんですけど、
まあ、1年目っていうのはしょうがないとかそんなに言ってられないので、まあ、これからやっぱもっと鍛えて1日でも早く試合に絡めるように精いっぱい努力できるようにしていきたいです。今シーズンはやっぱり1日でも早く試合に絡んでチームに貢献できるように愛される選手になるように頑張っていきたいです。沼津のサポーターの皆さん、自分がもっとサポーターの皆さんに知ってもらえるように精いっぱい努力して、そして沼津のためにサッカーを盛り上げていけるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。全力アスル。